佐藤春夫は日本の詩人、小説家、評論家として知られ、日本の近代文学に多大な影響を与えました。1886年、熊本県に生まれる。早稲田大学に入学し、文学の道を志す。若き日から詩作をはじめ、獅子明星などに作品を発表。1910年代、詩集青春詩編を発表し、注目を集める。新詩や短歌だけでなく、小説や戯曲も手掛け、多彩な才能を発揮。アルカディアなどの小説でささやかな筆致で心の葛藤や絵の苦悩を描く。1930年代以降、日本文学研究や評論活動にも積極的に取り組む。その後も創作活動を続け、多くの作品を世に送り出す。1964年、78歳で死去。現代においても、彼の詩的感性や独特な作品群は高く評価されている。佐藤春夫は、豊かな感性と幅広い活動を通じて、日本の近代文学史に名を刻んでいます。チャンネル登録、高評価お願いします。